はい、洗濯屋太郎の染み抜き動画です。はい、今回ご依頼いただいておりますのは、略礼装のワンピースですね。はい、このワンピースにですね、何か塗料のような、ものを付着、が付着したということで、ね、ご依頼いただいております。はい、素材の方を確認させていただきますと、ポリエステルですね。はい、別の、切り替え部分ですね、こういった部分が、混合で、アセテートとポリエステルの混合ですね。はい、裏地がキュプラということでね、構成されたお品になっております。はい、それではまず進めていきますけれども、はい、はい、こういったね、塗料に対して有効な溶剤があるんですけれども、この塗料とかする、ただこの溶剤ですね、溶剤がね、この黒に対してね、使用するとですね、この表面にね、黒の深みを出すために表面にコーティングされているね、そういったね、ものがね、シミを、取ると同時にね、剥がれてしまう可能性がありますのでね、あまりね、きつい溶剤が使えないです。ですのでね、意外とこう、除去がね、難しかったりするんですけれども、通常ね、もっとね、簡単に取れる、ものがですね、少しね、状況が変わってきますんでね。なんとか損なわずいけそうですね。どうしてもね、そのコーティングが剥がれることでね、やはり黒の深みがね、色味がね、若干変わってきますので、ね、シミを抜いても、そういう場合はね、違和感が残るということになりかねますので、はい、そういったリスクの少ないね、溶剤をね、しながらね、慎重に、除去していくことになります。あと塗料にもね、そういった、溶剤がね、若干含まれていますんでね、そういった場合ね、もう付着したと同時にね、もうそういった、コーティングをね、犯しているケースもありますので、まあ、ただ、この、事例に関してはね、今のところね、そういった状況もね、なんとか見られずにね、収まりそうですので、ちょっとこの大きい証は分かんないな。なければいいんですけどね。これがね、淡い色であればね、全く問題ないんですけどね、黒の場合はやはりこういった加工剤がね、取れてしまうことでね、違和感が出ますんで。なんとかあれですね、現状維持でいけそうですので、はい、まあ、一気にやってしまいましょう。修正機かなんかですかね、ちょっとまあ分かんないですけど。
まあ良かったですね。あの黄色をあの犯してなくて良かったです。はい、こういったね、あの今見えている色の段差っていうのはね、あの少し濡れている乾きが、まだ乾ききっていないために、見えている段差ですのでね、これはまああの洗いの方で解消しますので、はい、あの除去できます、できましたのでね、はい、ありがとうございます。